こんばんは、満月堂のみょんです。今朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、やってきてくださったでしょうか。健やかな勃起は健やかな健康からです。地味ですけれども、コツコツ3つの課題毎日やっていきましょう。今日はその課題の一つである運動について、実演ありのチントレです。今日どこに効くかというと、射精改善、それから勃起力アップに効くセックスに役立つと言われているヨガポーズについてお伝えをしたいと思います。30秒行うだけでセックスに効くということなので、勃起力高めたい、射精力も高めたい、そんな方はぜひ今日から始めてみてください。今日のポーズはブリッジのポーズというポーズで、簡単そうなんですが結構きついです。ブリッジというと小学校の体育とかでこうやったの記憶にあるかと思うんですけれども、それのまあヨガ版みたいな感じなんですね。このブリッジのポーズがセックスに役立つポーズというふうにも言われていて、結構いろんなところで紹介されてるんですよ。ブリッジのポーズの効果から先に言うと、胸、それから背中の上がこう開くので血行が良くなる、それから呼吸の機能が高まります。そして2つ目が骨盤あたりのストレッチにも効きます。で、3つ目がお尻が鍛えることによって射精を改善してくれます。そしてペニス周りの血行を良くするのに役立ってくれるというふうに、いいことづくめ、スタイルも良くなって、お尻もキュッとして勃起力も上がって射精も改善する。お尻がね、いい男の人って女子からめちゃくちゃモテるんですよ。マジです。なのでこれ頑張っていきましょう。はい、ではブリッジのポーズやっていきたいと思います。まず寝っ転がります。寝っ転がってですね、足は肩幅に開いて、背中が浮かないようにペタッと首から肩、肩甲骨、背中、腰が床についているようにしてください。手のひらは上を向けます。そしてお尻からだんだんと上に上げていきます。この時に気をつけるのが、お腹に力を入れることとお尻に力を入れることです。お尻で力を入れず腰に負担をかけないように気をつけてください。ゆっくり上げていきます。ふーっと息を吐きながらお尻を上げて、背中も上げていく。この時お尻にしっかり力が入っている、お腹にも力が入っている、腰反っていない、肩の方まで上げるつもりで、この状態で30秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、下がってこないように1、2、お尻に力を入れて4、お腹にも6、7、8、9、30秒、降りるときバタッと降りず、背中の方から徐々に最後にお尻を戻す。じゃあ2回目いきますよ。腰に負担をかけないように気をつけてください。ではお尻から上げます。背骨一個一個上げるように最後に肩を上げる。息を止めずに、でだんだん下がってこないようにキュッと常にお尻に力を入れてください。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、ゆっくり下ろしていきます。結構お尻きついです。お尻がきつくないとおかしいですからね。腰が痛いという風にならないように気をつけてください。最後3回目いきましょう。ゆっくりとお尻から上げる、背中の方まで上げる、お腹とお尻に力をぎゅーっと入れて、では30秒いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、足が開かないように6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、2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 0、1、2、3、4、5、6、7、
ということで、ブリッジのポーズでした。これやるとお尻が引き締まってかっこいいお尻になります。そして射精改善、骨盤周りをストレッチして血流を良くして勃起力アップ、胸や背中を開いて呼吸をしやすくしてくれます。ぜひこれ毎日コツコツ続けてください。では次の動画まで3つの課題やってきてください。満月堂のみょんでした。バイバイ。